今回は理ののですね、解説をさせていただきたいなと思って、ちょっと、スラは本当にただのドノーマル A タイプみたいな顔してるんですが、実は全然違うっていう、いわゆる、ノーマルボーナスが連チャンするような機械ですね。それもジャグ連なんかのいらないぐらい、連チャンしちゃうよというような、これ実はすごい機械なんだということを皆さんに今更ながら知っていただきたくてですね、この動画を撮影しておりますんで、今回はちょっと初心者の方というか、初めて打たれる方に分かりやすく解説させていただきたいなと思っております。で、極力分かりやすいものを、部分部分でチョイスして選んでおりますので、いろいろなご意見あるとは思いますけれども、まあ、今回は私はちょっと、独断と偏見でですね、こういった形で説明させていただきます。で、基本的には通常時は左リールから、順押し振り打ちで構いません。特に狙う必要性もないというような形の触れ込みの機会になっております。ただ、このリンゴですね、リンゴだけはちょっと狙わないと、実は取りこぼしてしまっていることがあって、下段青リンゴなんか3枚だったりしますんで、この絵柄は常にこの青7のそばに前リーがありますんで、フォローは簡単かなと思います。ボーナス絵柄のね、近くにありますんで。で、順押しで打たれる方なんかだと多分一番多く狙われるところっていうのが、まあ、この7リプレーバーと並んでる部分、左リールですね。ちょっと出すので、画面見ながら打ったんで申し訳ないですけど、こうですね。まあ、大体下段に滑ってくると思いますが、もちろん、このまま打っていただいて、あ、トマトまだかなっていう感じで、消化していっていただいても、もちろん構わないんですが、実はこのリノ、各モードがありまして、もう本当に通常の、と言いますか、ボーナスが当たりづらいと言いますか、その通常モードと、そこからトマト、あるいはレモンの小ぶりといったようなミドルボーナスをですね、引いていただいた上で、つながるレンチャンモードという、2つの通常モードに分かれております。まあ、その連チャンモードに叩き込むか否かっていうのがこの機械の真骨頂でして、まあ、常に、トマトを狙いながら打つというような機械になるんですけども、そのトマトなんですが、実は左リールにおいて三択がされております。内部的になんですが、まあ、ずっと赤な、もちろん狙いながら打っていただいても多分期待値的にはそんな変わらないんですけども、要は赤7付近のトマトが選択された時にしか左リール順押しで赤7狙いで打ってる場合においてはトマト出てこないんですよ。まあ振り打ちで適当に打っていただいてですね、それでまあどっかの三択に引っかかればっていう打ち方でも別に時間効率考える方とかですね、別に構わないと思うんですけど、楽しみ方の一つとして今回の動画では、推奨させていただく打ち方っていうのは逆押しの方で、説明させていただこうと思っております。初心者の方向けにって言っといて逆押しいきなり推奨するのもおかしな話なんですけども、そんなに難しいものじゃないので、極力わかりやすいという方法で撮ってますんで、逆押しでもまたさらにですね、ちょっと打ち方がいろいろありますので、その中からチョイスして、選びましたので、ぜひ試してみてください。逆押しの場合、右リールから押していくわけですが、赤なバーという絵柄を避けてさえいればどこでも構いません。押していただいても構いません。で、特にペナルティなんかもない機械ですので。で、ただ、いろいろな面で分かりやすいっていうのが、この青棚を上段付近に狙っていただく方が、いろいろな小役を察知しやすいです。まあ、これは大体中段止まって外れ、この目が一番見るかなっていう形なんですけど。この青棚がですね、下段まで、滑って、上段にリプレイが止まった状態は、リプレイフラグです。で、まあ、ちょっと今僕が説明しているのは、レンチャンモードに入ると少しだけ内容変わっちゃうんですけれども、基本的にはほぼほぼリプレイと思っていただいて構いません。で、この青棚が下段まで滑りますと、レモン、リプレイ、リンゴというような出目になります。で、その出目になりますと、まあ、まず間違いなく下段リンゴ。なので、各リール青棚を狙っていただいて、リンゴをフォローしていただくというような形ですね。まあ、青菜の目安気にといいますか、そういった形でフォローしていただきたいなと思っております。右上にトマトが、止まりますと、逆押しで右上にトマトが止まりますと、実は内部的にトマトが成立しております。で、このトマトなんですが、先ほども申し上げましたが、三択になってるんですね、左リールが。まあ、赤菜付近か青菜付近か、あるいはコイン付近といったような形になるんですけれども、まあ、中リールはとりあえず、押していただいて構いません。勝手に、テンパいたします。これね、
メリットとしてはトマトを常に察知できるっていう、要は左ビルが赤穴ばっかり狙ってですね、赤穴付近のトマトが成立した時だけしか察知できないと、もう揃わないというようなデメリットは回避できるんですけれども、それと同時にですね、最大のデメリットが外した時に結構ショックだっていうことですね。青バナナですね、はい、上段付近でも狙ってます。あ、揃いましたね、結構嬉しいです。結構嬉しいですね。なんでかっていうと結構時間かかってるからです。まあそれはどうでもいいんですが、トマトが揃いましたら、内部的にミドルボーナス、2ゲームのミドルボーナスですね、の消化になります。まあそのミドルボーナスを消化した、要は その2ゲームを消化した以降から、連チャンモードに入ります。8分の1でなんと、ボーナスを抽選。ただその代わりもちろん、転落というものがあります。連チャンモードに入った中から今度は30分の1で、転落してしまって、要するにトマトを揃える前の状態に、落ちてしまう可能性があります。なんで、まあ、いかに早くボーナスを引き続けるかというような感じですね。ボーナスを引き続ける限りは、連チャンモードを終了いたしません。ただ、残念ながらですね、いろんな解析出てるんですけども、連チャンモードが終了したなっていうことは、終了デメというのはありません。で、通常時、まあ、今から打つのも通常時なんですけれども、連チャンモード前の通常時においては逆押し推奨いたしましたけれども、連チャンモードに入りましたら、ぜひともですね、順押しで消化していただきたいんですね。なんでかっていうと、これ告知がないんですね、この、スロットにおいては。なんで、ちょっと入った、成立ゲームとかですね、ちょっと察知するのが難しいっていう部分があります。連チャンモードはぜひ、初めて打たれる方は、まず順押しで、ご勇気いただいたらなと思います。それでは、始めたいと思います。順押しで7リプレイバーというデメを狙っていくんですが、まあ、まずはちょっとミドルボーナス一押しで消化します。2枚払いします。でこれで今2ゲーム紹介いたしましたので、今からレンチャンモードのゲームになります。で7リプレイバーのデメを狙っていただいて、まあ、今これちょっと下段まで滑ってしまいましたが、これいわゆるピンチ目っていうやつです。デモが斜め、右下に向かって斜めに転配していて、ここが、赤7オア青7オアコインですね。でここがリンゴガバの場合はいわゆるピンチ目と申し上げるもので、これのうちの4分の1で、転落する可能性があるということです。まあ、25% の転落確率なんで、完全に転落しているっていうわけではないので、まあ、とりあえずは2回目のオートマートが来てくれました。まあ、バートマトトマトというこのデメでも、このデメでもですね、ちょっと噛みすぎですね、申し訳ないですけど、トマトミドルボーナスの扱いになります。でそれではミドルボーナスを紹介してですね、先ほどのリベンジをぜひさせていただきたいなと思っております。はい、それではレンチャンモードの方に移行いたしますので、先ほども申し上げましたけど、7リプレイバーを左側に狙っていただいて、うん、大丈夫です、はい、で正直な話、どこでちょっと転落するかわからないので、ちょっと出目では判断できないんですけどね、ただちょっと先ほどのやつはピンチ目ですかね、目安には絶対になりますので、ぜひとも覚えていただきたい出目になります。はい、で、今これ、ここで77でテンパった時点でもうボーナス確定なので、もうこれでボーナス確定でございます。で、まあ、ボーナスなんですけども、バーが揃えば負け、7デビックとなります。はい。はい、ビッグですね。やりました。で、ボーナス中なんですが、負けでもビッグでも同じ手順を踏んでいただく必要性があります。必ずボーナス中はですね、左リューに赤7リプレイバーを狙っていただきたいということですね。これです。で、これ今都合よく1ゲーム目で揃っていただきましたけども、いただきましたね。すいません。はい。揃いましたけれども、リプリプレモン。これでジャックインした状態になります。で、この台なんですが、1点だけ困ったことにですね、ボーナス中に、もう、このジャックイン後にですね、左から適当押して、押しをしてしまうと、さらにジャックインしてしまってですね、今度はなんか1枚役しか揃わないような状態になる可能性があるというのが、あります。これは非常にもう有名な話なんですが、なので、サイトなんかによると、まあ、今のリプリプレモンですね、が揃った場合は、
逆押し消化してくださいというようなサイトもあります。で、ただ逆押し消化してしまうとですね、この上段リンゴ、今運命揃ってくれましたけども、これがですねカウントできないんです。上段リンゴに設定差が設けられてます。で、設定1で32分の1、で設定6で24分の1ですかね、まあ約なんで、ちょっと小設定以下は切り捨てましたけれども、それぐらいまあ設定差ありますんで、ちょっと細かく複合的に設定判別したいっていう方は、常時、左から押していただいて、まあ7リプレイバーをやっていただければなと、この付近です。必ず赤7を練習していただいてやっていただきたいということですね。ここさえ狙っておけば弱ピンは回避できるようなので、ちょっと手間あるんですよね。やっぱりいちいち狙わなきゃいけなくなっちゃうんで、で、ちょっとすいません、声の払い出しすごい大きいんでちょっと一旦止めますが、まあその辺で時間効率重視だっていう方においてはですね、まあ右から逆押しで消化していただく分にはですね、適当押しでも構いませんので、まあどちらでもいいかなと思っております。ちなみに僕は逆押し派です。はい、今ビッグが終了しました。ボーナス終わってもですね、ボーナスを引き続ける限りは連チャンモード継続しておりますので、この後も8分の1かあるいは30 8分の1のボーナスかあるいは30分の1の、転落というような形で抽選していく形になります。で、ミドルボーナス分かりづらいよっていう方は必ずちょっと強めのフラッシュ伴いますんで、ご安心ください。続けていきたいと思います。はい、この8分の1ですかね、1ゲームが熱いと言った途端にですね、またこれもピンチ名ですね。もうこの辺に何ですかね、普段の引きが出る。まあ、4分の1ですからね。まだまだわかんねえ。まだわかんねえ。いける。いけるんじゃないかな。お、今ずっと滑って、左側、トマトが、滑ってきましたけども。まあ、下段リンゴの場合もありますんで、青ならを狙っていただいてですね。まあ、この辺ではわかんない。まず。で、これ、いわゆるチャンス目っていうやつなんですね。なんで、この次のゲーム、多分まだ連チャンモードっぽいですね。非常に激アツになります。はい。あ、もうすいません、ほんと。そういう形でですね、なんか気持ち悪い声出ましたけれども、かように、連チャンス精度が高い機械となっております。先ほどと同じように、まあ、準備している紹介して、まあ、この辺のビクの消化はもういいですかね。はい。非常に、強い連チャン体感していただけるんじゃないかなと思っております。リノ、導入がですね、やっぱりゲームシステムさえ理解してしまえば結構簡単なものになるんで、まあ、通常時からトマトかレモンの小ぶりを揃えて、ミドルボーナスに叩き込む。で、ミドルボーナスに叩き込んで、ミドルボーナスを消化した後は、レンチャンモードになる。まあ、そこから8分の1のボーナスか、あるいは30分の1の転落の抽選が行われる。そこでボーナスを引き続ける。これが醍醐味になっております。そんな素晴らしい機会にも、ぜひともご用意いただけたらなと思っております。非常に楽しい機会となっておりますので、皆さんぜひぜひ遊んでみてください。